はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、なんと本日あの大人気企画の第3弾でございます。その名もラブホテル珍百景散歩、略してラブチンポ。だからやめまって、そのタイトル私公認してないからね。え、あのすいません、あの相方が勝手に言ってるだけで私は公認してません。俺思いついた時天才かと思ってるんでラブホテル珍百景散歩、うん、まあでもコメント欄では好評でしたけども。好評でしたか、はい、本当に万有ファンは変態が多いですいや本当にこれ皆さん、あの変なね、いかがわしいその下ネタ企画とかではなくてですね、うん、この日本の少子化問題に取り組んだ本当ちゃんとしたね、政治に関わるようなそういうね、あの真面目な企画なわけですよ。それっぽく言うんじゃないよ、はいということで本日の第3弾はですね、はい、まあ、ちょっと変わり種も言ってみようと、ということで、はい、こちらアイアイ品館、アイアイ品館さんにやってまいりました、はい、こちらなんだ、あの S&M をね専門にやってるホテルだったということで、みーちゃんわかる SM っていうの、シュートマサト誰やねん、シュージとアキダなのわかるけど誰やねんその2人組コンビ聞いたことないわ。俺たち、俺昔覚えたな中学校の時、すごいじゃん、俺たちは行きましょう。はい。わー、うわ、すごい。もう入り口から見てこれ。すごい可愛い。これ S&M の匂いしてきましたね。すいません、あれは何ですか？何ですか？映せない。映せないのが。でかすぎやろ。何ですか？でかすぎやろ。あんな、え？え？でしょうか。もうごめんな、ゆんちゃん、こんなとこに本当連れてきて本当に申し訳ないと思って。私いつもどう反応すればいいかなって、でも黙ってたらさ、また変な感じになっちゃうじゃん。マミキが滑っちゃって。ほぼモザイクですけども、まあ一旦行きましょうか。はい。もう見てください、この入り口からね、なんていうの、このやっぱもう SM 感がすごいですね。これもすごいね、これ顔はペニーワイズ、体はブルースリーですよ。これでどこを切るってんだい。これでもう性転換します。おう、あんたもカットするよあっちもすごいよ、これも俺もすごいことになっちゃってるんだから、もうどういうこと。いやだからこれもだからそういうあれなんでしょうね、その S&M の方は、まあ、そういうのがあるんでしょうね、なんかやっぱりちょっと想像できない、想像より過激すぎていじっていいのか分からんな、これ。これ映せない全部モザイク、今日の動画全部モザイクかもしれません。はい、じゃあお部屋早速行きましょうか。はい。あ、でも廊下はポップよ。確かに廊下はね、すごい清潔感がある、ね、かわいい。ちょっと子供部屋に、ここですね。いや、誰もおらんの怖いだろう。失礼します。さあ、いよいよ夢の扉が開かれます。もうなんかさ、第3弾にしてさ、はい、今までいろんなラブホにこう行ってきたじゃないですか。すごい、開けるのをためらってない自分が嫌だもうわーいとか言って、最初マミ君開けてるなーってやつ、もう今じゃん、ういお邪魔しますって言って失礼します。さあ、どんな世界が広がってるでしょう か。 いいですか。俺もマジこういうのないからな、本当にこんなこのコアなホテルとか、うん、コンセプト系ね、うん、行きましょう。せーの、なんかあるよ、なんかぶら下がってる。うわ、なんかぶら下がってる。え、なんかちょっと怖い、ちょっとこのティーブレボリューションが来た、これ衣装ですね、これティーブレボリューションが来た衣装がぶら下がってます。なんだこりゃ、すごい。え、どうやって使うのこれ。何これ、大人の公園ってこと。大人の公園や、遊具がたくさんあります。まずこれはどうやって使うのか。これはさっきハハハハ、誰が見たいの、バービー君のフランクが。ちゃうねんな。俺もね、そういうあれじゃないですけど、でも一応こうしとかないとどう使うのかっていうのを視聴者に伝えないといけないんですよ。これ特殊な椅子ですね。そしてこちら、これは何だろうね。
X になると思ってる。 X あら、これ見て、え、下に鏡がある。ほんとだ、これいやらしいですね。あー、エッチだね。エッチですね。これこうなってこうなってこうだから、これこうなってますからね。エッチですね。丸見えです。素晴らしいですね。ファンタスティック。素晴らしいですね。ゆうちゃん、え、いいの、スタート。スタートよ。私怖がらないでください。大丈夫です。これここにもありますけど、これはちょっと本当に分かんないな。これはこれも椅子かな。普通にこの普通に椅子ですね。まあこれもこういう感じなんですよね。このチェーンで、この座ってみてください。座ってどうするの。ゆんちゃん手をこうする。え、ねえ、やめてよ。あんたなんで知ってんの。いや、いや分かるやろこれ。ダミ君慣れてます。いつも女の子結んでます。結んでないよ。そういうことなの。まあ多分そういうことでしょう。ここにチェーンがあるっていうのは。そしてそして、まあ、いよいよ大本命のあちら、うん、オベッドですけども、はい、この辺は普通。ここら辺は普通の椅子。わー、わーお、これから説明書あったよ。わー、すごいことになる。だからもう映せないのばっかなんだよ。だからもうこちらこちら真っ赤なベッドですね。鎖バーン、はい、これすごいな。これもこれも見てください。もうこれ大好評発売中マシーンダメだ、映せないのよ。だからもうずっとピー俺が言ってな、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 えぇ、ー、何これ。だってもう、や発売しちゃってんのもだって業務用だよ。ユンちゃん、ユンちゃんやめてくれ。これ以上ユンちゃんを怪我さないでくれ。やめてくれ。やめてくれ。もう4番は出してでお願いします。こんなんじゃ結婚できない。未来の旦那さん見ないで。そしてあちらお風呂ありますよ、ユンちゃん。はいはい、あ、まあお風呂は普通ですね、意外に。あ、ちょっと壁が SM って書いてある。壁に SM。 じゃあ早速次の部屋行きますか。はい、次の部屋がね、もうすごいらしいということで、一番いいお部屋ということで、ベッド、はい、まだ見ぬ器具に出会う可能性があります。でもこれ以上見たくないんだけど、本当にママも見てんだからさ。ママ、いや、ママはこういうの来たことあるでしょ。やめてよ、来たことないもん。さあ、先ほどはね、この清潔感がある青い感じだったんですけども、はい、扉も赤、壁紙も赤っていうことで非常に気合いが。おお、まだ。お、やばい、やっぱレベルが上がってる確率。行きましょう。せーの。おお。おお。一面真っ赤でなんか世界観あるなこれ。え、待って、すごい駅みたいな。駅みたいな改札が。星で開けない。あ、え、え、待って、理解が追いつかない。え、ベッド、ベッドがあるよね。これ映してベッド、ベッドがあるよね。見て、こっちこっち。こっちにもベッドがある。なんで？どういうこと？寝るときは別ってこと？違うよ。これは例えばカップルが2組とかで一緒に入れるようになってるってことだよ。どんなファミリー、どんなファミリーや。みんなで遊ぼうって。そしてさっきよりもなんかもう強そうな椅子。これあれじゃないですか、これ分娩台ですよ。まあ一応座ってみますか。あら、これえ、すごい。これだから俺の絵いらないの。俺の絵これでこうですね、多分。私相方のこんな姿見たくない。ギュギュー、これなんだこれ。これ普通のスペーカー。え、これも下に入れる系です。え、これ下にあるもん。え、これもなんか閉じ込めるってこと。あれじゃない、動物園ごっこできるんじゃない。待って、これやばいぞ多分。何ですか。ゆんちゃん、これやばいぞ多分。全く想像ができない。これは多分ですね、こうなるでしょ。え、ギロチンじゃん。こうなるんですよ。で、こう。え、
助けてゆんちゃん、お尻叩いて。うらあはははは、あはははは、あはは、痛いけど、いい、それがいい。なんだこの動画、なんだこの動画、ちょっとねえ、絶対タミ君これユンに叩かれたくて来てるでしょ。だからここ選んだんでしょ。こういうの別に使ったことないんですけど、一瞬で使い方が分かった。 M の本部、M のこう目覚めちゃったね、こうだって。あら、下僕、女王様、はい、つくばりなさい。すいませんでした。あらお前、俺潔癖したやつだ。女王に歯向かうな。すぐ引っ張られた。それで、M になりきれませんでした。そしてじゃあ最後、お風呂行きましょう。はい、はい、お風呂行きます。せーの、おーら、あら、ここは広いね。 H、 そしてハート、 OK もハートでございますね。やはりやっぱこの回数が上がってることにグレードが上がってくるのかな。すごい高そうな壁だね、うん、でも器具もよりねハードになって、うん、ハードなプレイが楽しめるということで非常にいいですねこれね、うん、バッピ君がね M の本能目覚めちゃってるんだよね。すごいノリノリだからさ、ちょっとこれは開花しちゃいますね。これはちょっと、はい、ということで興味がある方はね、ぜひ II ヒッカー来てみてください、これから僕はゆんちゃんにいっぱい調教されます。帰るよ。帰ります。調教は、ご褒美の調教は、じゃあ早くギロチン台に頭をぶっ込んな。あんたの首をかけるよ。セクハラ。あんたがセクハラ。